はいこんにちはポップですエフェククチャンネル6月7日月曜日本日も先進国通貨の解説から始めていきます順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めましてユーロ円ポンド円5ドル円そしてドルストレートのユーロドルポンドドル5ドルベードルの順番で解説をしていきますのでよろしければ最後までご視聴ください、えー、週末はね皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか 私の方はね、土曜日に大阪セミナーをやりまして、日曜日はね、ちょっと動画の作成ということで、まあ、休日の日にね、働いて平日をほぼ遊ぶという形でね、まあ、人生逆張りをしているところでございます。まあそんなところでね、今日平日ではございますが、早々にね、スキャルピングの動画も上げておりますので、まあそちらをご覧いただければとは思うんですが、まずはね、今回のデイトレのトレードに関しましては、方向性をね、この動画で解説をしてきますので、順番に見ていきたいと思います。 えまずは、ね、冒頭に東京マーケットを、ね、振り返っていきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧いただきましょう。はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。週明けの東京マーケット、日経平均は前日比、プラス77円、終値で2 9000、飛び19円ということで、0.27%、わずかに上昇しまして、1日、そして1週間のトレード、えー、取引がスタートしたというところでございます。 ダウはね、比較的金曜日のところ、えー、雇用統計を受けまして上げていたんですが、えー、日経平均はね、やや寄り付き天井気味に1%上昇したところぐらいから始まりまして、えー、ちょっとね、時間の経過とともに上値を抑えつけられまして、2万9000に収束してきたというところでございます。えー、そして、えー、アメリカの長期金利もあまり変わらずということでございますが、まあ、若干ね、えー、まあ水準を上げまして1.57%。 ドル円の方はね、109.50付近からあまり大きな動きがないということでね、まあ、週明けの東京マーケット穏やかなスタートということで、これから欧州勢の参戦とニューヨーク勢の参戦ですね。まあ、そういったところで方向感が出てくるんじゃないかというところでございます。このようなね、ちょっと緩やかなね、週明けでございますが、順番にね、ドル円から見ていきたいと思いますので、チャートの方に戻っていきましょう。 はいえー、まずはね、米ドル円の15分足、こちらが1日の時間軸のチャートでございます。本日のオープンに関しましては10、109.50、えー、この辺りからスタートしたということで、えー、前日といいますか、えー、先週末ですね、えー、アメリカの雇用統計を受けまして、えー、ドルの方はね、大きく売られて50ピプス以上下げる。 まあ、このような展開から、えー、少しね、反発して終わったところでございますが、そこからね、えー、ほぼほぼ動いていないということで、109円50銭のあたりをうろうろしている状況でございます。まあ、えー、っと、こういったね、えー、安値付近で終わったというところであれば、東京マーケットの朝一にね、もしかして下方向に攻められる時が来るのかなというところも想定していたんですが、あまり動かなかったので、まあ、そこはね、入らずに今に至るというところでございます。えー、そして、デイトレのポイントは60分足ですね。 こちらは1週間間の時間軸でございま,すまあ主なトピックスとしましては先週の前半はえ特に大きな動きはなかったんですが後半木曜日にですね 夜の21時15分に ADP 雇用統計で非常に良かった結果を受けまして、ドルの方はね、110円を突破する場面があったんですが、まあ、ハードルが上がった雇用統計が逆に非農業部門雇用者数が減少、予想よりも悪かったというところでね、こちらは全戻しといいますかね、さらに ADP 雇用統計の前の水準まで戻ってきてしまったということで、ほぼほぼね、1週間の時間軸の安値圏でうろうろしているということでございます。 直近の高値を抜けた後に安値に来たというところであれば、大抵のパターンはね、下方向に行く可能性が高いというところでね、まあ、一気に落ちたからといって、ロングを取るのではなくて、やはり戻り売りを中心に考えていただくという相場になろうかと思います。 まだね、欧州勢も本格的に入ってきておりませんし、ニューヨーク勢もね、どういう動きをするか分かりませんが、これからね、下げてきた移動平均線24、これがレジスタンスになる可能性が高いので、まあ、今後もね、109.50をうろうろしながら、この移動平均線と平均足がタッチするか近づいたところでですね、まあ、要線から陰線に切り下げて、こちらが109.50を明確に割り込んでくるというところがあれば、やはりショートを狙っていきたいというところでございます。 えそして、慎重な方はですね、109.50で推移しておりまして、 反発したときに109.50を上回れなかったときですね。今まではなんとか、ね、戻ってきていたんですが、109.50の下側で要線から陰線になったところでは、ショートを組むというところでね、まあ、見切りである程度、値幅を取っていくということであれば、移動平均線の下側で要線から陰線。そして、慎重に、ね、入りたいという方は、109.50を下回ってからの要線から陰線が109.50の下側ですね。 こういったところで、ショートを二段構えでね、狙っていくというところでね、よろしいかなと思いますんで、まだまだね、直近下げているからといって、ロングを組むような時間軸、60分足を見ても、なかなかロングは取れないかなというところでございますんで、まあ、順張りでね、人生逆張り、トレード順張りということで、1時間足の移動平均線が下がっているときは、やはりショートというところでね、考えていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ドル円相場終わりまして、続いてユーロ円を見ていきましょう。 はい、ユーロ円はねドル円に比べまして、今日もね若干円高方向、ユーロ安方向に進んでいるというところで、金曜日からのマーケットをね引き継いでいるというところでございます。こちらも本日のオープンに関しては、133.25付近ですが、今は15ピップスぐらい下げました、133.10。アメリカの雇用統計の発表を受けまして、い5 単旦は、ね、上方向に上がって133.50を上回ったんですが、まあ、それが、ね、上髭をつけまして、まあ、壮大なフェイクということでその後下げてしまう。まあ、ニューヨークマーケット終わる前には、えー、戻す場面もあったんですが、えー、今日の東京マーケット中値が終わったところぐらいからです、ね、下げ始めて直近の安値、ね、そして1週間を見る60分足で、ね、こちらも安値を更新しているというところでございます。 えまあこのような流れであればねトレードポイントに関しては先週ね、えー、散々レンジ相場を作っておりました133.70ですね、えー、こちらのところサポートラインと上の134 えこちらのね、レンジ相場が、まあ、1週間ぐらい続いていた形でございますが、明確にね、先週末ぐらいから割り込んでしまいまして、移動平均線が右下下がり、その下側で、要線から陰線というね、えー、レジスタンスを食らってるということであれば、えー、このままね、えー、移動平均線の下側で、要線から陰線で、やはりショートを狙っていくというところがね、王道かと思います。 133円ね、ここサポートが入るかというところでございますが、ちょっと4時間足をね、ご覧いただきますと、もちろん、この133円、サポートが過去にも入っているところでございますので、サポートがね入る可能性は高いというところでございますが、まあ、逆を言えばですね、133円という硬いものをね割り込む場面があれば、少し真空地帯が広がっているというところでございますので、ま管、あ、理段を上って窓から落ちるような角度でね、今落ちてきてますので、まあ、引き続きショート目線でよろしいかなと。まあ一旦はね、こちら、 133円ぐらいまで下がるところがあれば、まあ、20ピップスぐらいでね、利確しておいて、もう一回入り直すということもね、考えていただくということがよろしいかと思いますので、引き続きショート目線で攻めていくということがね、ユーロ円には有効かなと思いますので、皆さんの相場感と合わせて参考にしてください。はい、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続いてポンド円の解説に入っていきましょう。 はいえー、ポンド円もね、ユーロ円と同様に下げておりますが、ちょっとね、下げ方が、ボラティリティがユーロよりも、えー、急かなという状況でございます。えー、今日の、えー、オープンに関しては7時の段階ですね、えー、155.0の少し上側からスタート。 一旦は中根をつけに行くところ、東京マーケットのオープンぐらいまでに155.25まで上がりましたが、その後ね、直近のレジスタンス、サポートラインですね、サポートラインがレジスタンスラインに入れ替わって移動平均線を割り込む。そして155円を割り込んでしまった後はですね、15分足ベースで移動平均線の下側で、要線から陰線が1回、2回、3回ということでね、まあこういったところ、155円割り込んで、今は35ピップスぐらい下げていると。 いいいうよううよなとととこころででね下落トレンドっございますえそして、デイトレのえトレードポイント、え60分足1週間の時間軸で見ていきますと、移動平均線が今右下下がり、その下側で陽線から陰線というところがね、えこちらえ今日から続いているというところでございますので、まあ、それであればですね、今回はこれから下がってくる移動平均線24が、 155円ぐらいまで到達するのはもう見えているというところでございますので、具体的には155円を上回ることなく、要選から陰選になったところで1回ショートを取れるかなというところでございます。こちらの方はね、下のサポートはどこになるかというと、4時間足ね、広げていただきますと、154円ですね。過去にしっかりとサポートが1回、2回、3回、4回、5回、6回ぐらいですね。 この1ヶ月で入っておりますので、154にタッチするまでは戻り売り、155円を超えることがなければというところでございますので、こちらも、ね、しっかりと弱気を叩くということで、移動平均線及び155円の下側で要線から陰線、そして155円や移動平均線を上回った場合、要線が続いて上回った場合は、これは、ね、ショートは取らず、1回は様子見をするというところでよろしいかなと思いますので、ね、こちらも合わせて参考にしてください。 はいえー、以上で、えー、ポンド円の解説を終わりまして、えー、続いてクロス円の最後ゴードル円を見ていきましょう、はいえー、ゴードル円の方はねほ、えー、のユーロ円やポンド円に比べて若干ね、えー、強いかなという、ね、チャートをしております こちらの方はね、ユーロとポンドと違いまして、アメリカの雇用統計後にですね、逆に上がっていったということで、84.50に抑えられていたんですが、雇用統計を機に上げていったということでね、ちょっと欧州通貨とは違う動き、欧米通貨とは違う動きをしているというところでございます。 ただね、今日入ってから、一旦ね、9時ぐらいまでは上げていったというところは同じで、そこから下げてはいるんですが、まだまだね、下げの方は、まあ、高根県にはあるというところでね、そこまで下げトレンドに転換しているかというと、15分足でやっと切り替わったところで、60分足ではまだね、微妙な水準かなというところでございます。そして、トレードポイントに関しましては、基本的にね、こちら、雇用統計後に上がっております。ADP 雇用統計後に下げて、 その後ね、普通の雇用統計で上がるということで、ちょっとね、逆の動きをしている、ベードルと逆の動きをしているという状況でございます。まあ、とは言ってもね、今後はどういう動きになるかわかりませんが、ちょっと不確定要素が多いですよね。移動平均線が今、こちら右肩上がり、そして陰線が続いているので、基本的な今までのね、私の平均足と移動平均線の関係でいきますと、移動平均線の上側で陰線から要線になれば、ロングを組みたいところではございますが、 15分足ベースでは今、移動平均線と戦っている。あとね、他のクロス円のユーロやポンドは下目線ということで、ちょっとね、5ドルだけ上がっていくというのは、まあ、雇用統計後上がっていきましたけど、今後はね、今後同じように上がっていくというのは、なかなか考えることができないというところでございます。そして、この85円というところはね、過去、 レジスタンスがほどほどに出ておるというところと、あとこの三角フラッグですね、こちら、過去に、ね、引かせていただいたラインでございますが、ここを下抜けているがゆえにですね、またこの中戻ってきても、この85円というのを抜けてくるというのは、ちょっと難しいような考えがありますので、5ドルの方は少し不確定要素が多いために、 様子見でいいんじゃないかなと、個人的には思っております。まあ、ユーロやポンドは、ね、下げ目線というところでございますが、こちらの5ドル円は15分足は戻り売り、そしてこちらの1時間足、60分足はおしめ買いというところで、判断分かれるところでございますので、まあ、分からないところは入らないということでね、ちょっと期待して聞いていただいた方は申し訳ないんですけど、今の5ドルは非常に難しいところかなと思いますので、今回は見送りという形でよろしいんじゃないかと考えておりますので、参考にしてくださいはい。 以上でね、クロス円4通貨終わりまして、最後にね、ドルストレート、順番にね、サクッと解説をしていきたいと思います、はい。ドルストレートね、ご覧いただきますが、こちら左上がユーロドル、そしてポンドドルとゴードル、ベドル、こちらはね、関係ございませんが、ゴールド金相場というところでございます。 総じてね、ねこのポンドの弱さが目立つかなということで、まあ、移動平均線が右肩上がりというのは、こちらのドルストレート、3通貨ともね同じような動きだったんですが、このポンドはポンド,ドルに関してはね、ねポンドが弱い分、先んじてねこの移動平均線を明確に割り込んでしまったというところでございます。 そして、ユーロは今、移動平均線24とタッチ。そして、5ドルの方は移動平均線の上側ということなので、まあ、今までのね、解説からいきますと、移動平均線の上側で、陰線から要線でロングと組める。そして、これはもう移動平均線割り込んでしまったので、その下側で、要線から陰線でショートという形と言いたいところですが、 ちょっとね、えー、ま週明けの東京マーケット終わったばかりでございますので、えー、このあたりね、そういったテクニカル分析が通用するかというと、この15時から17時の間にね、方向性出てくると思いますので、現段階ではドルストレートはね、やらないのが一番じゃないかなと思っております。まあ17時ぐらいまでには方向性が出てくると思いますので、まあ、こちらね、しっかりとサポートが入って上方向にね、進んでいく、そしてポンドドルの方がまた移動平均線ぐらいまで戻ってくるというと があればねロング組めるかもしれませんが、ちょっとポンドのところと、えー、ベイドユーロドルとゴードルベイドルがこの上の部分と下の部分で分かれておりますので、こちらもすいません、えーっと、本当に申し訳ないんですけど、今は様子見の方がよろしいかと思います。まあ、週始めの月曜日というのは方向感わからないところがありますので、方向感が出たところから入っていくというところがよろしいかと思いますので、まあ、どのような相場でも入るのではなくて、やはり優位性が確認できるポイントで、ね、入っていくというところが大事だと思いますので、えー、ちょっとね、この 時間ではななかなかか優位性が見られない、えー、もしよろしければね、21時から YouTube ライブをやっていきますので、えー、その時にね、また方向感の方は出していきたいと思いますんで、まあ出ていればの話ですが、えー、そちらをご覧いただければと思いますんでね、現段階では少しドルストレートは様子見がいいんじゃないかという考えでございますので、参考にしていただければと思います。 はい、以上でね、今回の先進国通貨の解説を以上としまして、今お話ししたりえり、21時から YouTube ライブね、週始めでございますが、え今日もやっていきますので、最新の相場間の共有や、皆さんの質問にね、リアルタイムで答えていきたいと思いますので、もしお時間がある方、ご覧いただければと思います。 えー、それではね、えー、暑くなってきましたが、6月も本格的に始まりました。えー、そしてね、えー、お仕事もトレードもあろうかと思いますが、皆さん頑張っていただきつつ、もし今日ね、お時間あれば、21日からの YouTube ライブ、えー、ご参加いただければと思います、えー。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お時間ある方、21日からの YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。